はい、どうも、キャバイです。今回なんですけども、6月3日のステートオブプレイがやばすぎたという話をしていきたいと思います。はい、もう6月3日のね、朝7時とかから、ステートオブプレイ、まあ、プレイステーション公式の、まあ、こう、発表会みたいなやつがね、あったんですよ。これ、今回、マジでやばかった。あのね、結構ね、このプレイステーションの発表会であるステートオブプレイは、まあ、差が激しいのね。めちゃくちゃいい時もあれば、うわ、何ですかこれはみたいな時もあるんだよ。だから結構当たり外れが激しいんだけど、今回マジ当たり。今回はかなりすごかった。というわけで、まあ、まとめという意味でも、一旦ちょっとね、いろいろ振り返っていきたいなというふうにも思いますし、あとはね、個人的な見解というか、うわ、これ超楽しみみたいなね、ちょっと反応も楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今回もちょっとやっていこうかなと思いますので、よかったらね、最後まで見てってくれると嬉しいので、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、このね、ステートオブプレイ、結構朝早くからのね、発表だったので、まあ、見てない方もたくさんいると思います。まあ、そんな方向けにですね、概要欄の方に、本編の方貼っておりますので、よかったらこの動画見終わった後とかにもね、見ていただければいいんじゃないかなと思います。というわけで、まあ、早速振り返っていきたいんですけども、まずは開幕俺らの顔面をスパーンってぶん殴ってきたのは、これでしたね。バイオハザードシリーズ。来ました。カプコンから、ついに公式にバイオハザード RE4、まあ、すなわちバイオハザード4のリメイク版の、制作決定というか、開発決定というか、発売日確定というか、結構ね、大きなニュースがありました。これは嬉しいですよね。はい。まあ、結構、バイオハザードという歴史の中でも、バイオハザード4に関しては、まあ、決定的なこの分岐点というかね、かなりターニングポイントだったような作品だったんじゃないかなと思っています。まあ、PS2 時代、そしてまあ、ゲームキューブ時代のゲームなんで、これのリメイクっていうのはね、結構、まあ、クオリティに差はあるんじゃないかな、出てくるんじゃないかなというふうにもね、思います。まあ、このゲームに関しては結構いろんなところでね、リマスターされ続けてるんですよ。まあ、もちろんね、プレイステーション、それ以降のプレイステーションでリマスター化されていたりだとか、まあ、あとなんかこう、VR になりますよとか、まあ、スマホで出たりだとか、本当にいろんなところで使われているゲームなんですよね。ちょうどいいんでしょうね、多分ね。はい、まあ、そんな感じで、やっていたバイオ4なんですけども、ついにね、こう、もう新しくなりますよと、生まれ変わりますよという告知があったわけですよ。はい。まあ、俺がこう思うのは、すごく思うのは、どういう路線で来るのかなってところなんですよね。まあ、オリジナル版のバイオ4に関しては、結構、そのアクション要素っていうところを前面に押し出した作品だったんだよね。今までのバイオは、まあ結構硬派なホラーゲームっていうところでやっていたんだけど、この4からはすごく、まあ、ある意味カジュアルになったというか、そういう意味では、ホラーという面ではカジュアルになり、少しアクション要素が強まった。まあそんなね、決定的な作品だったんだけど、今回のこの RE リメイクでそこが変わってくるんじゃないかなと思って、そこにちょっと期待したいですね。はい、ホラー要素をしっかり、まあそれこそ RE2 ぐらいのホラー要素っていうのを維持したまま、アクション要素とかもまた、そのまま維持するみたいな感じで来てくれたらすげえ嬉しいなと思いますね。はい、まあそうですね、この前作の RE3 っていうところの評判はあまり良くなかったんで、この RE4 でしっかりね、挽回してほしいなというふうに、ちょっと思いますね。まあ、そして、PlayStation VR2 の方でも対応予定というか、そっちでの開発も進んでますよというふうに告知されていました。これはめちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱり、バイオハザード7の VR の衝撃っていうのはもう計り知れなかったんで、あの感覚で、ホラーゲームをしっかり楽しめるっていうのは、すごくいいんじゃないかなというふうに思ったんで、かなりポイント高いですね。はい。で、さらに続報として、バイオハザードビレッジが PSVR2 に対応予定ということでね、またこちらも発表がありました。まあ、バイオハザードシリーズね、さっきも言った通り、バイオハザード7ですごく VR 良かったんで、同じようにね、なんか、いい感じの VR 路線っていうところもしっかり確立してもらえたら嬉しいなというふうに思います、という感じで、まずはバイオの話でしたね。もうバイオだけでも結構喋ったと思うんですけど、次行きましょう。で、そこからですね、いくつか PSVR2 の方で発売されるゲームっていうのの発表がありました。で、これが、まあ、結構いろいろあって、例
えばウォーキングデッドの PSVR の作品、まあ、個人的にはウォーキングデッドかなり大好きなんで、まあ、ちゃんとシリーズを追っかけているウォーキングデッドファンなので、あのこれも結構嬉しいなと思いましたし、あとはノーマンズスカイの、VR バージョンが出たりだとか、あとはあのホライゾンコールオブマウンテンだっけっていう、あのホライゾンの VR 専用ゲームもね出たりしていて、これのプレイ映像なんかもちょろっと見ることができましたっていう感じで、まあ、結構この PSVR2 というところにかける思いっていうのが、まあ、今回のステートオブプレイでかなり垣間見れたんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、ちょっとやっぱりあの PSVR 初期の頃もそうだったんだけど、あの初動で結構力は入ってくるんだけど、だん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 結局下火になっていってしまうみたいなところがあったんでね、なんかこの火を絶やさずにそのトリプル A タイトルっていうところを VR 向けに作り続けていってくれたら、まあちゃんと浸透していくんじゃないかなと個人的には思ってるんでね、ここら辺はちょっと期待したいところかなと思います。さあ、そしてその後ですね、マーベルスパイダーマンの映像が入った後に、PC 版での展開もありますよというね、告知がありました。これはもともとプレイステーションもこれ出ていたマーベルスパイダーマンが PC 版にまあ展開されますよという話で、特にね、新しい作品の告知ではないんですけども、まあ、今後のステートプレイでは結構ね、プレイステーション向けに発売していたゲームっていうのが PC に移植されますよみたいなところをニュースもね取り扱ってくれるのかなというふうには思いますし、まあ、ソニー的にも結構そのハードっていうところがなかなか供給できない以上、 PC っていうところも、まあ、視野に入れてきてるんでしょうね結構ね。まああのホライゾンなりゴッドオブウォーっていうのが PC に対応したように、まあ、ソニー系列のゲームっていうところが PC にどん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 これから移植されていくんじゃないかなと思います。続いてなんですけども、エターナイトっていうゲームのトレーラーが発表されました。これに関しては一応ね、あの区分としてはインディーズゲームっぽいんですよね。とてもじゃないけどインディーズゲーに見えないぐらいクオリティの高さがね光っていたんですけども、あの開発どこなのかなと思って調べたところ、俺バンダムとかなのかなと思ったんだけど違ったんだよね。普通にインディーズのゲームで、あのちょっとバックボーンを調べたところ、まあなんか本当にあのペルソナシリーズに感銘を受けて、あの好きすぎて仕事を辞めて自分で恋愛アドベンチャーと RPG っていうのを合体させたゲームを作ってしまったっていう、とんでもない熱量を持った方が作っているインディーズゲームらしいんですよね。これもちょっと PV 見てる限り面白そうだったんで楽しそうだなと思いましたね。さあ、そしてここで来ました、またカプコンかよと思ったんですけども、ストリートファイター6の、最新動画、最新映像が届きましたね。これね、良かったっすね。やっぱ最近俺マジでストリートファイターにドハマりしてるんで、ここに来てですよ。ここに来てストリートファイター、格ゲー初心者の俺がですね、あドハマりしてるっていう状況があったんで、あの、このストリートファイター6を楽しみたいからこそ今ね、ストリートファイター5やろうかなと思ってやってるわけなんで、結構良かったですね。嬉しかったですね。ここで告知があって。まあ、そうですね。やってない人からすると何の話かわかんねえよって話だと思うんですけど、結構、まあ映像見てる感じ、過去のシステム、それこそなんかセービングとか、そこら辺もなんか復活してるなーっていうふうにも思ったし、あとはキャラクターデザインがかなりまあ、時間が、ゲーム内の時間が経ったっていうところで一新されてますね。なんならもう、リュウがめちゃくちゃおっさんになってたりだとか、チュンリーが結構見た目変わっていたりだとかしていて、まあかなり進化は見られたんじゃないかなというふうに思います。そして、まあなんといっても、このついにストリートファイターがストリートファイターになったぞという、そんなところなんじゃないかなと思います。なんかね、ワールドツアーモードみたいのがあって、まあその中で結構オープンワールドみたいな感じ。それこそまあ、リュウがごとくみたいなイメージですよ。で、こう街を練り歩きながらストリートファイターができる。みたいなね、そんなモードがついに実装されたっぽいです。はい。まあ、詳細はまだ全然、見えてきてないんで、わかんないんですけども、そんなところでちょっとね、今までのストリートファイターなかったような、それこそそのシングルプレイでも、まあ、楽しめるみたいなね、ところが、ちょっと強く今回はあるんじゃないかなと思っています。という意味でもね、まあ、この新規参入っていうところも、まあ、結構力入れて頑張ってるんだな、というふうに思いましたね。公式サイト後からオープンされたんで見たんですけども、結構、要素、追加されていて、まあ、結構入力とかがね、コマンド入力がかなり簡易化されていて、なんか、スマブラっぽい感じ。こっち方向に入力しながらこのボタンを押すだけで簡単に技出せますみたいな感じの、とにかくこの初心者とか新規参入っていうところを狙ったストリートファイター6なのかなというふうにも思いましたね。はい。そしてもう知らないうちに新キャラのルークがね、
ルークがもうめちゃくちゃ前に出てくるっていう、ちょっとまあ歴代のファンからするときっとなんかよくわかんねえなって思ってしまう部分もあったんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、っていうのが、まあ、ストリートファイター6の話で、そしてまあ、このステートオブプレイ一番最後を締めくくったのは、誰かというと、吉田。吉田でしたね。はい。ということなんで、FF16 の最新映像を、吉田直樹名誉プロデューサーが、お届けしてくれました。いや、今回の FF16 の情報はめちゃくちゃてんこ盛りだったなというふうにも思いますし、何しろ発売日が、まあ、ほぼほぼ暫定ですけど、決定したっていうのが、でかい。はい、でかいですね。はい、2023年のサマーって書いてあったんで、多分夏ですね。夏に発売という、感じになってるらしいです。はい。まさかここでね、発売日まで告知されると思わなかったんで、正直びっくりしたんですけども、そんな感じですと。はい。いや、本当にね、今回の映像はゲームのプレイ映像っていうところをちゃんと見せてくれたんで、ティザーって感じではなくて、ちゃんとプレイ映像を見せてくれたんで、まあ、満足度が高い、まあ、映像だったんじゃないかなというふうに思います。とにかく、まあ、スタイリッシュに戦ってたなという印象ですね。かっこよかったです。はい、かっこよかったですね。やっぱ、FF15 の戦闘自体も結構かっこよかったんで、個人的には好きだったんですけど、それの延長戦みたいな感じの戦闘スタイルで、はい、結構、その、昔ながらの単性の RPG っていうところではなくて、もうどん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 ファイナルファンタジーは、こう、新しいね、RPG の形っていうところを、まあ、突き詰めていくのかなというふうに見ていて思いました。かなり楽しそうだなと。そして、まあ、キャラクターも綺麗だなと、映像も綺麗だなと思いましたね。やっぱ PS5 専用という、ところもあるので、そこでのクオリティっていうのは、やっぱ期待できるなと。思いましたね。はい。そして、もうね、それだけでちょっと鳥肌ズワーってなったんだけど、召喚獣合戦みたいな。何ですかそれはと。なんかわかんないけど凄そうだし、そのワード聞いただけで多分歴代のファンは、なんかよくわかんないけどすげーってなっちゃうような、そのワードね、召喚獣合戦というとんでもないパワーワードが、ちょっと飛び出してですね。はい、もう本当にネット界隈激震が走ってるわけなんですけども。まあ、とにかくね、PV は素晴らしくて、なんかこの、ちゃんと PV だったなという感じですね。ティザーではなくて、ちゃんと楽しませてくれるような PV だったんですごく満足度が高かったし。あー、楽しみっすね。やっぱり楽しみっすね。しかも、やっぱその、制作のスタッフっていうところがやっぱ14メンバーなんですよね。なんで、そういった意味でも、その期待度っていうところは高くなってしまうなっていうのはありますよね。まあ、かなり、どうなるのかわかんないですけども、まあ、ここ最近のファイナルファンタジーナンバリングに関してはね、まあ、あんまりいいような、いい話題はないのでね、まあ、15以降というか、15が最後なんだけど、まあ、そんな感じでね、このステートオブプレイの一番最後を締めくくったのは、吉田直樹大先生のですね、FF16 の動画で締めくくられたという感じで、今回のステートオブプレイは終わったんですけども、いかがでしたか？いや、すごかったっすよね。ちょっとね。まあ、内容的に言うと、まあ、20分弱ぐらい、20分ちょいぐらいか、の内容だったんだけど、ほんと、てんこ盛りで、見ていて、マジで上がりましたね、今回は。はい。早起きした回あったな、と思います。もう、今日もね、早起きして見て、すぐ動画撮ってるわけなんですけども。いや、ほんと、よかったっすね。はい。まあまあまあ、次のステートオブプレイがいつになるのか、ちょっとわかんないですけども、まあこれからね、どん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 こんな感じで16なり、そこら辺のゲームの最新情報がまあ小出しにされていくのかなと思いますね。そして、まあ来年ね、また3月にバイオが出るだとか、夏とかにね、また16が出るだとか、そんな話してますけども、遠いなと思うじゃないですか。ちょっと先だなと思うじゃないですか。でもね、意外と早いんですよ。時が経つの。早くてですね。はい。もうあっという間なんで、ほんと皆さん、もう PS5 の争奪戦っていうのが、いよいよ激化してくるんじゃないかなと思います。まあ、そこら辺についても、まあ、今後ちゃんとね、ちょっと動向を握っていきたいなというふうに思いますね。はい。ほんと今回のステートオブプレイに関しては、もうほんと拍手ですね。もう拍手だけですね。特に文句はないです。ほんとに。はい。
まあそんな感じでね、今回は、まあステートオブプレイの、まあ個人的に気になったところの内容まとめと、あとはまあ個人の反応というかね、僕のちょっと思ったところを語らせていただきましたという感じで、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったら、ためになったら、楽しかったよ、なんか知んないけど、最後まで見ちゃいましたよという、そんなあなたはぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいのでよろしくお願いします。このチャンネル毎日ゲーム関連の最新情報とか、おすすめのゲーム紹介とか、ゲームレビューとかやってます。皆さんゲーマーにいち早くいい情報をお届けできるよう日々奮闘しておりますので、よかったらね、応援の方でよろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。